呪文を唱えながら転がり続け、覚悟の呪文攻撃だ。あ、これ、え、待って、これなんだよ。大魔王戦にとどめ打ちが打たれてんだけど。受けるー。一撃必殺を狙うこのチーム、敵を爆散させたいと思います。よろしくお願いします。いや、もうとりあえずね、一戦目の相手、もう見りゃわかるような呪文チームなんですけど、祈祷師がどっちも全体攻撃しかできないんですよ。これは生かす必要しかないですよね。生かす必要しかないです。2回言っちゃったけど、全体呪文が強力な3体なんですよ。闇の司祭、悪魔神官、祈祷師ともども。なので、あのメガンテがすごく打ちやすい。まあ、ただバギマタテンが怖い。159食らって結構食らってんな。まあ、でも一撃必殺いきます。やることはボストロールのやってることと同じだ。よいしょ。普通にいった。結構普通あたりも多いんだな、思いのほか。もっとなんか外れたりね、会心のイメージあったんですけど、そういうわけじゃないみたいなね。いや、できればこのターンとかにね、爆弾岩がね、笑うを早めにしてくれればね、話が違ってくるんですけど、全員動かれました。爆弾岩素早さ的にこれはもう無理ですわ。てか普通に呪文でゴリゴリ削られるな。いやー、結構くらあまり効いていないぞの上から、これは結構食らってるな。さあ、デンタサウスがね、意外といい経験値はしてるんだけどね、主人公と。それでも、あ避けられてもうてる。いやー、でもここで一撃必殺のチャンス。様子を伺って、ニヤニヤ笑う。さあ、カモン、カモン。もうこの時点でね、笑っている状態のせいでね。まあ間違いなく勇気勝ちは無理なんですよ。もう状態上行動不能ですからね。狙うはね、雷光一閃月打点と、メガンテ打点ということになります。笑い続けて、そして雷光一閃月、会心出していこう、そろそろね。いけ、メタルキングで雷光一閃月、よいしょよいしょ。普通に打点は出るんだな。まあ雷属性だしね、言うて。さあ、唯一コンボを持ってきたダブルタ君、なんと爆弾は一番いいとこ行ったさあ、コロコロコッと行きましょう。目。さあ、どんどんニヤニヤ笑って大きくなっていくぞ。仏の皮何度まで。さあ、立ってるだけのね、デンタザウス、くるくる回りながら突進。よしよ。あ、結構効くんだな、デンタクル。麻痺も。あー、祈祷師麻痺に弱いから狙い目だったんですけど。で、ここのターンで闇の司祭と祈祷師がね、イオラとバギマを選んでるんで、ほぼほぼ確定で打てます。これは、チャンスでは?さあ、爆弾は?が。さあ、一旦で溜め切れる理想のムーブ。対人戦だからこそ。これ、どっちかというと魔王戦には向いてないんですよね。確かに、その性質上。魔王戦で、やるよりは対人で、一発打点ということで。おーおーおー、一旦で溜め切った、さあ、来たぞ。何かあるのか。一旦で決めちゃおう、もう。行くぜ、メガンテ打ってきゃさあ、メガンテ打って、雷光一閃月でもう決めちゃおう。でもちょっと怖いのが、メガンテっていうのは、打った後に反動があるんですよ。自分にだいぶ反動があるんで、メガンテで削りきれなかった時、その後の反動で死ぬ可能性があるんですよ。ただどうなんだろうね。さあ、ここで開始の点、カモン!あー、普通に939、これは、うわ、ここでやっちゃうの?いざ覚悟のメガンテ、うわー、おー、すげえ、キャンキャンで消えちゃったすげえ、削り切った。いや、まさかロッキーがさ、あんないきなりドガーって削り切ると思わなかったのね。900打点はやばいな。さあ、この勢いでね、もうどん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 ね、ワンチャン生んで、どんどん吹き飛ばしていこうと思うんでね。まあ、でも言うてでもね、短所本当に多いんだよな。決まれば確かに強いんだけど、決まるまでがかなりその過程が多いというか、その過程がちょっと今からね、降りかかると思うんで、それをね、今から皆さんとね、見ていきたいと思います。もちろん、雷光一閃月とかの打点で、一気に削る金の普通にあるっていう話ですけどね。雷光一閃月素晴らしい、これは強い。外れることも多いんだけど、それでもね、よくいった。さあ、ファンタジービップ、レンタザルスに行った。おー、硬い硬い。さすがにね、ちょっと怖いのは100打点。これデンタサウスがね、問題です。やっぱり、うわデンタ唯一の氷弱点を捉えたな。さあ、ここからが問題です。
うまいこと決まるかどうかですね。目。いざ行くま、行きましょう。さあ、ただ問題はですね、大体モンバトのシステムにあるんですよ。先ほどはまあ全体呪文ばっかりにね。あお意外だった。それは意外だわ。これ意外な打点できた。目。意外な打点来た。このモンバトのシステムが問題なんですよ。基本的にモンバトって、単体攻撃で削っていくイメージがすごい強くて、会心の一撃を狙うとかね。もちろん全体攻撃でゆっくり詰め将棋をするってパターンもあるんですけど、あまりね、その全体攻撃を使う場面ってないんですよ。まあ、両方全体攻撃のモンスターは仕方ないんですけど、単体全体持ってる場合、基本的に単体で攻めるわけですね。ちなみにですね、このギガスラッシュですけど、これも確かバトナイフ反応します。攻撃であれば何でも反応するんで、これギガスラッシュで2回目を来ますが、これで、これってね、いわゆる攻撃系 SP をちょっとだけ抑制することができるんですよね。だからこれもちょっとした豆知識程度に覚えていただければいいんですけど、ここで来ました。ラリフォーが問題です。ラリフォー。おー、よかった。まあ、前のパートでも言ったと思うんですけど、この状態から状態異常されてしまうと、何一つ意味がなくなります。お、へー、会心判定だったんだ。なので、状態上で止まってしまった場合、それまでのね、手が全て無駄になるっていうね、大きなリスクを背負ってるわけですね。わ、強いねー。いい。さあ、あともう一回来ればって感じだけど、さっきの単体攻撃の話に戻るんですけど、単体攻撃はそのモンスターの判断力がね、左右されるんですけども、来ました。いざ。不気味な笑いだ。何かあるのか。これはね、もう詰め将棋ですよ。これ、ここまで状態になるとね、ほぼほぼ勝てます。ぶっちゃけ言うと。これは来たわ。まさかフォースデビルがそこまでポカやらかすと。あ、でも、そうか。呪文が通りやすいのは。さあ、この状態ですね。ほぼほぼ勝ちになるんですよ。何があるかって言いますと、爆弾を早めに動かしたらいいんですよ。つまり、わかりますよね、ここまで言えば。こちらです。意外だったら単体攻撃で爆弾を狙うかどうか判断力的にね、どうなんだろうって忘れたけど、敵より早く動けばいい。つまり星腕輪を使えば全て解決きました。もうこの状態でだってメガンテで900いくんですよ。ということはですよ、もう当たれば、誰か詰めれば勝ちですよ。さあ、シップ付け当てても当てれば打つよ。もう当てればもう勝ち、もう勝ちだ、もう勝ったわこれは勝った、これは仕留めた。え、強いのでは、え、強いのでは、爆弾はもしかして。かなり強いチームなのでは、これもしかして。まあ、大会でもいたけどさ、ちょこちょここういうの。いざ行かん。行くぜ、これはメガンテ大爆発ドーン。ちょっと待って、またこのパターン綺麗に決めてくれんな、お前さっきから。さっき判断力の話したじゃないですか。だから、その判断力とかの性質上、爆弾岩に必ずしも攻撃が行くとは限らないって言おうとしたんですけど、まあ、テロップで出してると思うんですよ、僕のことだから。めっちゃ行ったんですよねホースデビルでまでもがそっちを狙ったのがちょっとね、意外だったんですよ、個人的にはね。ホースデビルどっちかといえば賢い部類のモンスターだから、爆弾岩はそういう状態なんだから狙わないんじゃないかなと思ったんだけど、普通に狙ったね。もしかしたらですよ、有利な状態以上っていう換算ではないのかもしれないね。笑うわ。不利な状態上、まあ、マインド状態ではありますから動けないっていう、それだったのかな。さあ、扇風剣が問題です。爆弾岩が飛びそうだな。でもまあ打撃耐性有事だし大丈夫か。てか扇風剣なんだ、そこ選ぶの2P チームはですね、森蓮です来ました、森蓮ですバトマスと同じバトマスとしてね、全く戦い方のベクトルが違う感じですね。炎の拳は爆弾岩飛んでいく。うわー、ちょっと待って、また勇気がたまりが早いんだ。これが第一戦時、さあそんなものを会心で取り返せばいい。ダメージは会心で取り返す。あー、さあ会心で取り返したいところですが、会心が出ませんでした。向こうはね、3ターンでほぼほぼ確実に勇気を食べきる、不確定要素なしで3ターンで食べきるレベルなんで、たとえミスがあっても食べきれるからな。それをね、どう止めるかですね。ただシールド構造とか炎の戦士は判断力的にまあどうなんだろう、爆弾を狙うんかな。再地行動になりました。笑いましょう。様子を伺うために笑います。さあ、この爆弾は3度目も爆発なるか、それとも今回はダメなのか
いやーてか今ねなんで俺 A 押したのこっちこっちなんで A 押したの、打たせたいじゃん俺。え、打たせたい、もしかして俺俺扇風機と低いだよそれ。まずいまずい、これまた爆発する目。さあこの状態でビビリギリ低いが爆弾は低いが絶対当たるんだけど、まあこれもしかしたらあれもしかしたらこれシールド構造の起源次第でもしかしてもういきなりできる。ああしかも理想ムーブ、バトルマスターが受けてバトル爆弾が食らう理想ムーブ入りましたが、ちょっと待って待って待って、また一旦お前チャージ完了すんの。対人戦では結構恐怖ではあるからな、状態上で止めなければって感じだもんね。ただ向こう今回はね、状態上はああひどい打点だ。これメガンテしても削りきれないぞこれじゃあ。これメガンテしたところで削りきれない。あーしかも最悪のパターンだね、2回攻撃受けたけど次のターンまでダメだ。なおも笑い続けてるでしょ。そう2回の状態が一番歯がゆいんだよね、次のターンまで待たないとダメなんだけど、こうなるとこうなるともう次のターンで勇気を貯めれるわけですよね。この状態だと敵を止めるという手段しかなくなってしまうわけですよ。ただし炎の選手もまあまあ散ることも効くっちゃ効くからな。メガンテで削り切れるボーダーラインまでまず削るのが大変ですね。さあ誘惑のね一品チームドン、あれそこ止まんの。でもこれさ、これさ俺思うんだけど、炎の選手と知ることで溜まっちゃうと思うんだけど、どうですか皆さんだからこういうチームに弱いんだよ、ダメージ与えなくても勝てるっていうチームがまずいんだよこれこれは嫌な予感が。ああ、おお、そうだよもうダメだよちょっとそれ笑、ちょっと笑ってる場合じゃないあなたちょっと待って、これあれあれあれ、なんかもう嫌な予感するんだけど僕、ま、なんかメガンテできなかった瞬間全てが終わってるというかさ、ライコー一戦好き打点が何一つ出てないのが問題じゃないこれライコー一戦好きで削っとかないと、爆弾魔が攻撃できない分ライコー一戦好きでガリッと削らないとダメなんだって。おーい、おーい、宇宙の彼方から爆弾今襲来ちょっと爆弾今しか出てこないな、これ。今回のキリ、なんか今回のシリーズ、爆弾今しか襲来してない。来ました、爆弾今が宇宙から飛来しまーす。ちょっと待って、これもある意味のメガンテ。今回はちょっと一味違います。いつものここでうわ無道だって言ってるんですけど、今回ちょっと違います。無道以外にも状態上かけられる魔王が存在しますね。悪の化身、闇へのいざないを打てる竜王です。爆弾は辛いな、まあ、先ほども言った通り笑うを、まあ、狙う以上てか、まあ正直バトルマスターや勇者と組んだ爆弾はが笑いをしない選択肢ってあんまないんですよ。その食いつくがよりにもよって、あのプチダウンではなく、そのプチダウンの方が変わらなかったわけですよね。つまり食いつくっていう単体攻撃をなくしてあの笑うに変わっちゃうんで、もうそれしか狙うことができない。さあ正直キースドラゴンはね、ダースドラゴンに左右されるんですが、まだ笑っていない状態でねキースドラゴンとかが回ったりすると話が別で、勇気がたまらないっていうこともありまして、普通に竜王に逃げ切られる感はあります。ただ竜王はドラゴン蹴りが全員刺さることもあるから、普通にありえって、うわー、勝った。削り切り勝ちっていう方がいいのかもね。さあ、問題はこれです。毎ターン爆弾はこれで圧をかけられます。爆弾は世界の半分を上げる。どう？あ、おしまーい笑うこと、ままならず。ほら見てみ、ああ何をしとるんだきつい、もうきつい、こんなに混乱してる時点でもうきついな。魔王戦はこういうレジェンド魔王って
どっちかといえば勇気をため切って勝つルートなんですけど、まあもうここまで来ると厳しくなりますね。一瞬にして勝ち筋は削り切ることかなと思うんですけど、もう魔力に差がついてます。お互いの勇気に差がついてます。ここまで離れるとね、光の弾で追いつけなくなってんね。一戦突き、よいしょ。おー、雷弱点か。削りは大丈夫そう。さあここでね、再び椅子に座りました。世界の半分をあげる。もう一個、やっぱセプガーの半分あげる。おお、振り幅上がるな。ただバクナイマーがこれでずっと圧をかけられてしまうと、まあいつに至ってもメガンテが打てないということになりますね。うわぁ、いや弱っ。なんかお互い打点が弱いな。さあ笑いに行く。メガンテ成功なるか。1戦目と2戦目で綺麗な花火を打ち上げましたがよ。おお、行くぜー。おお。さあキーズドラゴンがな、判断力はキーズドラゴンは適当なんで、こうやって爆弾を殴る可能性は普通にありえますね。さあ成功なるか。目、さあニヤニヤ笑ってメガンテ成功なるか。しかしメガンテを成功させたところで魔王の HP を削り切らないといけないのは結構厳しいですね。いや2戦目のムーブが理想なんですよ。2戦目のムーブがすごい理想だったんだけど、魔王戦にとっては多いね。魔王戦にとっては厳しいかな。さあ大車輪で爆弾より行く。おお、おや、キースドラゴンは分かってるな。いや分かってないんだけど、キースドラゴンは判断力めっちゃ悪いだろ。君が判断力お前悪いだろ、キースドラゴン。しかしここで闇に居座られたら全てが終わりです。まあ凍てつく波動でも終わりですね。ちなみに凍てつく波動でも終わりっちゃ終わりです。さあここで終了。終了。終了。せっかくね笑った分もここでね終了ですよ。もうこうなっちゃう。ああ出せるもん。もうちょっと君たち、もう全てが竜王のさ思うがままってことですね。全てが竜王の思う。あ、小さくなってる。小さくなった。おしまい。もうこの実況おしまい。まあ普通これが現実ですよ。さっきからなんか思ったんですけど、マミーでラリフォー止まるかなとは止まらなかったし、3戦目はそもそも勇気のさ逃げ切りパーティーだったし、もう普通に順当に負けみたいな。何一つねいいとこなかったですこのパーティー。1戦目と2戦目でめっちゃ輝いたから、あそこが取れ高ですかね。はい、メガンって気持ちよかったなって、ただそれだけです僕思うことが。てか闇色じゃない、強いなお前。そんな混乱通るみたいになってるよ。うわめっちゃ通る。主人公が止まったらもうおしまいだって。ダメだ、今笑っても仕方がない。バクダイはこの2パートでずっとひたすら笑ってただけだったな。まあそれがバクダイはのね、てかこのチームはもうどっちかというと本当にバクチチームなんで、刺さるときはめっちゃ刺さるんですよ、1戦目2戦目みたいに。ただ刺さらんときはもうこうやって順当に負けるっていうことですね。でもまあダークホース的なことはあるんで、面白いチームであった。正直ちょっと予想外の勝ち方とかもしてたから普通に面白い。デンタサロス、はい終了。順当に、ただ単純に負けてたわ。光玉使っても全然ダメだったもん。さようなら、また会いましょう、次のパートで。バクナイはでもなんか綺麗だったよ、なんか綺麗な花火だったよ。メガンテは楽しかった、うん、ありがとうね。でもまあこういうパーティーがなんか結局面白いなってことあるんだけどね。ロマンって最強なんだな。